皆さんこんこにちは浜学園の松本です今週も朝日小学生新聞の記事をもとに1週間の主な出来事や注目の記事を解説する「カレトピをお届けしますえー、っとですねあの今日のタイトルですねえー、4月1日ねエイプリルフールって言いますねえーまあ、直訳するとね あまりいい言い方ではありませんが「4月ばか」とこうなっちゃうんですが、えー、エイプリルは「4月」を指しますねでそこにタイトルにもしましたが和風月名は和風月名というのはあの昔はですね、えー、古いというかね以前の暦の読み方でそれぞれの月例えば代表的なのは「12月」が師走って言ったんですね「し、ね、も、えー、走る」ですね、えー、こういう言い方をしますがという和風月名これの「 意外と四月っていうのが知られてないんじゃないか。あの我々日本人が、意外と英語のエイプリルの方がよく知ってて、和風月名知らないんじゃないか、こう思ったんです。あの当然、ね、シワスなんかは有名ですが、例えば、その前後の、四月の前後の、三月は弥生、弥生3、三、ね、月。それが五月はサツキバレとかで使います。サツキですね。こっちは有名なんだけど。 意外と四月知らないなと思ったんです。シート出してみましょう。でむつ月き,きさらぎやよいときてね、五月はさつき、でみなづきみなづきとか言いますが、ふづきふみづき、はづきはつきですね。長がづきかんなづきしもつき、最後しわすと言いますが、じゃあ四月は言うと実はこう言います。うづきと読みます。意外と知られてませんよね。あの。 まあ知ってたというね、えー、お父さんお母さんもちろんいらっしゃってねというとこでしょうがこれがですね花花が咲く時期ウの花どうでしょうこれで、まあ、どうでしょうねお父さんお母さんもそうじゃないかと思ってるんですが、えー、小学生の皆さん「うの花」って言われて分かるかなと思って「うの,の花」って「うつぎの花」のことってこう説明があったんですけど「うつぎの花」っていうぐらいあのねえ 普段の生活で「これうの花だね」ってあんまり言わないなあまあ春だとですよ、ね、あの例えばタンポブだなとかこんなんはあったとしても「うの花だな」って何かあんまり言わないなと思ってわかりにくいなと思ったんです「すうの花」っていうとあのどっちかというと花のイメージより私なんかはあの大豆から作られるおからこれ地方によって違うかな。 あのお豆腐と何かそのなんて言うんでしょうかその副産物というんでしょうかおからってありますよねあれ「うの花」って言いませんかこれはもしかして関西だけですかねあのおどうなんだろうなと思いながらなんですが「うの花」っていうイメージがあったもんですからきっとあの色なんです <laughs> 要は「う、えー、の花」とあるおからを呼ぶのはおからの色が う、えー、の花の色に似てるからなんだそうでやっぱりでもどっちかというと花のイメージが湧くよりもそのおからのイメージの方が湧いちゃったんですけどねなので「うずき」があんまりそのインパクトがない分ですねインパクトがない分、えー、他にもいっぱいあるんですまあ「うの花月」はいいとしましょうね「うの花の月」だということですねあの植えるっていう字,字に月で「うずき」植え月 で種の月あの種まくんですね春にねなのでこれを種月と書いて「う月」って読むんだそうですで、えー、田植え苗月とか苗植え月これは分かりやすいですねそろそろ田植えの準備なんかを始める時期だったりするっていうのが分かりやすいで花残り月花の腰月花,花,の花のじゃないですね花の腰月ですかね、えーこれは 桜のイメージを持てばわからんでもないですよね散り始めて葉桜になっていくイメージを持てば、うん、ああそうかなで、えー、下の段に行きますと鳥町月なんかがあのなんですかね里に降りてきて泣き始めるというイメージなんだろうというとこの鳥はホトトギスなんだそうですそれからコの葉鳥月これはクワなんだそうです 要は昔は蚕を飼って生糸、えー、ですね絹を作るための生糸を取りますねでその蚕の餌が桑の葉っぱなんですねということはそれをお餌として集めておかないと蚕を飼えないということは生糸が取れないということになりますから当然大事な仕事なんですね桑の葉を集めることそれがこの季節だっていうわけですこの葉取り付きそれから夏葉月 これがこんなね夏の初めの月とか夏の端の月とか書くとどういうことっていうと皆さんピンとこないかもしれませんがあの昔は1月2月3月これが春なんです、ね、今は1月2月で冬のイメージになっちゃうかもしれませんが1月2月3月が春なんですだからお正月のご挨拶は初春とか新春とかこういう言い方しますでしょ春なんですね123が。 で 4, 5, 6が夏なんです、ね、まあちょ,ちょっとのズレはそれぞれあるとしてもということは4月は夏の初めの月なんですあるいは端なんですね夏のねだからこんな言い方がありますそれから「えー、爆臭」という言い方「秋じゃん」と思うかもしれませんが要は、えー、秋に巻いて冬を越えて春に実を、えー、というかね穂をつけるうタイプの麦ですねこれなんかにとっては この4月が普通のいわゆる植物にとっての秋にあたる実る時なので「爆集」なんていうのは麦にとっては秋にあたるこういう言い方 <laughs> いろいろあるでしょねまあそんないっぱいあるということは逆に言うと「渦木」というのはあのイメージとしては少ないというかねあのなのかもしれませんちょっと気になった「渦木」って知ってるかなと思ったのであ、えー、げてみましたでは オープニングはこれぐらいにして、えー、本編ですね1週間のおさらいと注目の記事に移りましょう、えー、では今週は、えー、っと4月9日日曜日3面「ニュースあれこれ週末版」を使いながらですね、えー、確認していきたいと思います、えーまあ、小学生の、ね、皆さん、まあ、直接ですね皆さんが感じるような影響はなかなかないと思うんですが、えーまあ、皆さんに本来はですね 影響があってほしいいい方向に向かうといいなと思いますが、えー、政治の部分でですね、えー、子ども真ん中社会実現が使命こういういうに、えー、岸田首相なんかもねおっしゃってましたが、えー、子ども家庭庁というですね、えー、お役所が発足って言いますね、えー、誕生しましたです、ね、ニュースでも出てたかと思います。まあ、実際これから、えー どんな動きをするかというのは注目されるところだと思うんですが国のお役所ってねっていうところですねあの大人はついつい当たり前のように感じてしまいますが当然小学生の皆さんにとってはですねなかなか分かりにくい部分もあると思いますのでねちょっとおさらいおさらいというのはあの流れ要はなんか新しいのできたりすることってあるよっていうことなんですね、えー、シート出してもらいましょう。 中央省庁、国のお役所のことを中央,中央というのは首都なんかがあるは日本で言ったら東京のことですね、えー、国のお役所の移り変わりを少し2001年、あのーね、ずっと続いてきたです、ね、ものが、まあ、一部ちょっとちょっとは変わったんですが2001年大きく,です、ね、大きくう国のお役所を、えー、合体させたり あのもっと専門化させたりですねすることを行いますこれを中央省庁再編と言いましたあのもともとあったものを効率を上げたりするために変える、えー、そこに目的書いてありますが縦割り行政をなくす縦割りあのいっぱいお役所を作ってて、えー、長い期間やってきましたので例えば今回の子どものこともそうなんですがあの。 いいろろありますでしょ。例えば子どもに関すること,こ,ううこともこういうこともこういうこともこういうこともこううい子どもに関わるよねっていうのがいっぱいあるはずなんですね一つじゃないいっぱいあるのをそれぞれのお役所が分担してるんですねだから子どものためだよねって言ってもいやうちはそんなことできないって言われたらこの部分がダメになっちゃううちはやれるよって言ったらこの部分だけができてバランス取れてなかった それぞれぞのお役所ごとに考え方とかによっってうままく整合性って言ったりしますが取れない。こういうのをなくしてあの大まかに仕事をガシャンとしてしまって一つのお役所で見たらもっとスムーズにうまくいくんじゃないか今までバラ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 にやってたのをまとめちゃおうとかこういうことも含めて行われたのが2001年だったんです。 代表的な例を挙げたいんですが数減らしたんですよ、今さっき言ったようにバラバラになってとガチャンといきますから、えー、それ以前、です、ね、2001年の1月の初めですね、これ以前は一府22省庁こうもしかしたら皆さんのお父さん、お母さんはこれでお勉強されたんであろうと思うんですが一府12省庁に再編されます。代表的なもの。総務長 郵政省自治省というこの3つの中央省庁が合体して今の総務省になってるんですだから総務庁って言ってたんですねあの昔はねで大蔵省だから今でも国の,あのお金を扱うのを大蔵省と言ったりすることもありますがこれを財務省と、まあ、銀行とかこういうね金融機関なんかを取り扱うのは金融庁というのを別に独立させたんですね名前書いて。で えー、文部省と科学技術庁足して文部科学省になる厚生省と労働省前バラバラだったんですよ厚生労働省とこうなるで運輸省建設省北海道開発省国土庁すごいでしょ4つも合体したのが国土交通省幅広いですねやってることねこういうものが主にあったんですでこれで今まで来てるか 22年間ほど来てるかと違いましていろいろ新しいもの時代も変わります世の中も変わりますから変えていってるんです例えば2007年あのそれまで防衛庁省があって庁があるイメージですからあの省に格上げになります防衛省それから2008年に観光庁あの海外からのおいわゆるインバウンドを、ね、取り込むことをお一つの目的としてます で2009年消費者庁消費者庁それから2011年東日本大震災がありましたその後に原子力規制委員会原子力発電所の運用とかねこういうことに関しての場所が作られそして2012年には復興庁最初は10年限定だったんですが復興が、えー ちゃんとなってないということで年ままで延長されています予定としてねで2015年、まあ、あの東京オリンピックなんかが決まっていく中でスポーツ庁ですねで2019年出入国在留管理庁こういうふうに名前が付けられたものが作られ2021年にはデジタル庁何かもう懐かしいというか今どうしてるんだろうみたいな感じですねで今回2023年子ども家庭庁というのが。 子どもに関することもさまざまなことがあるけどそれぞれのお役所バラバラにやってるじゃんとそれをいわゆる縦割りじゃなくて横断的というかしますねにやれるようにしようなかなかうまくいかない部分もあるんだろうと思いますがぜひ頑張っていただきたいなと思いますでは次行きましょう、えー、どうでしょう 以前ねあのもし選挙行かれるんだったらあ小学生の皆さんもついていったらなんて言ったこともありましたが、えー、政治の部分で女性候補者の比率 15.6%4 年に一度の統一地方選挙ってこういう言い方をしておりますあのなんだそれと思うかもしれませんが要はねあの都道府県の知事さんも市とか町とか村市長村長市長さん村長さん町長さんこの人たちも。 それから何々市議会議員さん県議会議員さん都議会議員さんこれ全部ですね選挙1回あったら任期要は何年その議員さんやれますか次の選挙まで基本何年ありますかっていうと4年なんです。だから日本が戦争に負けて新しく憲法が改正されて新しい今の日本国憲法になってからは要は4年に1回 全国が出てくるはずなんですね選挙がね地方の分は都道府県の知事も市長,の市長もそ町長も村長も議会の議員さんも全部4年が任期だから4年に1回選挙が回ってくるはずなんですね。でできたら同じ時期にやると宣伝が効果がある。あの皆さんににちょこっととずつこうバラバラにやると なんだまた来週も選挙かまた来週も選挙かっていうのいかなくなるでしょそれなら一挙にボンとやって、えー、宣伝とかテレビとかもそうですね扱うの大きくなりますからこれを統一地方選というでも統一地方選統一地方選挙と言いますがなんでやるとことやらないとこありますかというと実は議会にしろ知事さんにしろ市町村長さんにしろあのなんていうんですかね辞めることもあるし。 え解散と言って、まあ、これルール難しいですが途中で変えなきゃいけないこととかも出てきてるので地域によったらその4年サイクルがずれてるとこもあるからやるとことやらないとこ出てきたりするんですでも多くは4年に1回同じ時にやりましょうそしたらあの選挙費用も安くなるしあの使うお金が安くなるし、えー、宣伝もできるでしょこれが地方選挙です。 その中で、やはり日本が、えーまあ、だいぶ長いこと言われてますがやはり女性の地位ですね政治の進出こういう部分がすごく、ねえー、取り出されることがありますあのだいぶ増えていこうとしていますしもう当然増えていくんでしょうでその中であの増やそうと言ってるだけではなかなか増えないだろうということで実はあの一定割合 選挙に出出ななななききゃゃいいいいけけとかさこういうのを義務化するというのはどうだというこれ実は世界にはありましてこう言いますクォータ制と言います要は例えば人種あの日本はあまり分かりませんがあのたくさんの民族が住み暮らしている国だとどこかの民族だけで政治やったらおかしくなるからその人口の割合なんかで この民族かから一人は当選しななきゃいけないけとかちゃんとねそういうふうに割合当てはめましょうとだからまあ日本な方かやったら性別ですよね。で宗教こんなんも出てくる国があると思いますがなどを基準に一定の比率で人数を割り当てる制度クオータこれは割り当てとかいう意味なんだそうです分担とか。だから初めからあのこの民族の一のための選挙。 全部をやるんじゃなくて、えー、この民族これだけこの民族これだけこれだけとこういうふうにもうだからあのまあ言ったら、えー、地方議会の議員さんに、えー、男性何人女性何人という枠例えば30人議会の議員さんを必要とするなら15人の男子と15人の女子とこういうふうにもう初めから決めとくと。 こういういのをクオーター制と言いますで日本はあ,のある程度経済力あたり政治が成熟していっているような国の中ではクオーター制を、えー、採用してない珍しい国の方に入りますあの意外と採用されてますであのおも面白いのかといったら変なんですが、えーまあ、日本はねあの まだその女性に対するっていう部分が残ってんじゃないかという意味ではクオーター制採用してないなんて言うんでしょうまあどっちか言ったらマイナスイメージの国ですねでアメリカはもうある程度もそこがもう行けてしまってるからクオーター制を採用する必要ないんじゃないこれは分かりますねでニュージーランドは何だというと実はニュージーランドって世界で初めて。 あの女性の賛成権を確立した国だと言われてててるるんんでですす早く走っていってるんですねだから逆にクオーター制いらないもう根付いてるちょっとあの採用してない国の中でもあの違うでしょちょっとねイメージがねあのおそういう意味では日本は、えー、女性の議員さんの比率が低い国というのはどちらかというとお遅れてるよねっていう感覚で取られがち。 とということになりますで2018年にはあの政党、ねええ、今、自由民主党さんとかね、政党さん、いろんな政党さんありますでしょ、みんなも聞いたことありますでしょ、こういう,う、ね、立憲民主党さんとかね、公明党さんとか共産党さんとか、いろいろありますね、えー、こういう政党さんがに、えー、努力しよう、努力しよう。女性の 数というのを、えー、要はあ、まあ、目標を決めようとかね努力しなさいと数を増やすように努力義務あの <laughs> まあこんな言い方したらよくないですが自転車のヘルメットと同じですかぶってないから罰金取られたりはしません努力義務ですこれはこれも同じなんですね 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律というのが出ましただから政党は努力しなさい目標を定めるなどこういうふうにはなっていってますがそのもう初めから議席を割り当てたりするクオータ制は取っていない国ということになりますいいでしょうかそれからあ次科学というところでかっちょいい写真が出てまあこれ写ってないですかね NASA さんが提供したとなってますのできっと映ってないんでしょうね見られた方は映画のワンシーンみたいですが月を周回する宇宙飛行士4人決定ですねえー、いわゆる友人ですね久しぶりに、えー、月のところにですね周回まあねそばに,に,に人間が乗ったというか人類が乗ったのが行くとこういうことなんでしょう で、えー、次にですね社会の部分でマイナンバーカード76%の人に、えー、どん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 んですね国のおいろんなあ取り組みなんかで、えー、率が上がっているあのいろいろね難しい部分というか問題点は持ちながらですが、えー、いわゆる2024年の秋には、えー、いわゆる健康保険証ですねこれが廃止、紙の時がね 別のカードは、えー、なくなって、ね、マイナンバーカードに一本化される一元化と言いますが一本化される、ねえー、一応おさらいだけですねマイナンバーですね個人番号とういうことですが、えー、マイナンバー法という法律、まあ、通称ですがあるんですね,ね、えー、住民票コード皆さんどこかの、ねえー、市町村とかにお住まいになっているところに住民票というのがあってこのコードをもとに えー、個人番号十二桁十二桁の、えー、マイナンバーがあるですね次のシート行くと氏名住所生年月日性別個人番号ですね、えー、住民票から作られる十一桁の番号があるんですねそのなんて言うんでしょうあの最後の一つは 混じらないようにとかなんかそんなことだったと思うんですがチェックあのねいろんな、ね、人の脳にもいろいろあると思うんですけど7つ以上ってなかなか覚えれないって言いますもんね7桁以上になると急激に記憶力が低下するように聞いたことがありますから12桁って言われるとなかなか厳しいですね。 空で覚えてることなんてまあないですからなんかカード見たりなんか見なきゃ分かんない感じはしますがねただあのいろんなものがあこのマイナンバーで、えー、情報やり取りその情報が漏れたりという怖さもあるですが便利になる部分もあるであのおいわゆるデジタル化されているのが進んでいる国なんかではそういう番号一つでいろんな情報があるいは手続きがですね こういうものができるという部分では、まあ、日本遅れてると言われたらそれを頑張っていかざるを得ないということになるんでしょうかです、ねえー、次あの、国際というところであの NATO に加盟したです、ね、フィンランドの首相が退陣、まあ、今回の NATO 加盟なんかで、ねあのまあ、いわゆる国民の支持を、えー、上げようとか思った。 部分もあったんでし首相が女性の首相だったわけですが、えー、お辞めになるとあの確かこう育児休暇みたいなのも取られたり、えーね、やっぱり北ヨーロッパの国こういうの進んでるななんていう思わせた部分もあったので、ねえー、その中の、ね、国の政治のことが細かくわからないにしてもなんかね、えー まあ、頑張ってくださってもぐらいの感じだったような気はするんです。では、次、国際ですね。えー、台湾の蔡というのね、蔡ですが、えー。蔡英文って、こう、我々日本語でね、言うと言います。蔡、ええー、ンウェン。総統ですかね。台湾の総統が。アメリカの下院議長、日本で言うと衆議院議長。と、会談をしました。 でまあ、それに対して、ね、中国などが反発をする、こういうのが出てきてますが、なんでだろうというところもあると思います、確認してみましょう、台湾ですね、台湾。え場所はこんな感じあの、日本、中国、フィリピン、まあ、韓国、この辺りから見ると、真ん中ぐらいにある位置づけですよね、でえー、もうちょっと拡大したものを見ると、えー、ちょうどです、ね、北海域線、北海域線。 が通る位置にあ例、ね、えば、ー、北海域線あたりから赤道に向かっての辺りはこれはもう熱帯にあたりますから、えーね、熱帯地域も含むような島であると。で、ねえー、北部に台北というねこれがまあいわゆる首都に当たるわけですね、えー、南部にカオシュンなんていうのがあったり、えー、中国との間にはポンフー諸島ポンフーッドこういうのがあるで台湾海峡。 ね、この辺りが今緊迫している台湾海峡。でなぜそんなことが起こるかというとえ実は1895年今から130年ほど前になるんですかね、えー、日清戦争日本と中国が当時の清という王朝だったわけですが戦争をして日本が勝つそこで領土として取ったのが台湾だったんですね一つとしてね。 で1945年、えー、日本が戦争を降伏します無条件降伏しますそうすると当時のお中国のお、まあ、政府に当たった中華民国国民党中国国民党というわけですがこれがあ政権を持っていた中華民国の領土になりますところが、えー、国内での揉めた中で 中国国民党というのが今の、えー、中華人民共和国を作ることになる中国共産党との争いに敗れるわけです。で逃げ込んだ先が台湾。だから、えー、実はあ中華人民共和国からすれば中華民国に代わって中国になったわけだから台湾は 日本あごめんなさい中華人民共和国の一部だ当たり前そういう,というところもある一方いや中華民国なんだと台湾は中華人民共和国とは違うだから世界の国がどう認めるかなんですということになるで、ねえー、アメリカなどは、えー、いわゆるう台湾は独立しているとして国としてお付き合いをしてたりする。 で今の中華人民共和国とアメリカのいわゆるなんて言うんでしょう競争というか対立というんでしょうかねこの状態の中で台湾は中国が俺とこのだと言って軍事力とかを使わないようにするためにはアメリカとくっついとくということを目指して動いたわかりますそういういとこなんですね、えー、という歴史がある。 というふうに思って見てもらうとまた違ってくるかもしれません。ちょっと難しかったかなというところでしょうか。ですね。えー、では、あ次なんですけれども、えー、っとですね、今度はあ、えー、っと2面の方いきましょうか。ニューとなってますが、えー、日本銀行の総裁がおかわりになりました。ですね。おかわりになりました。 えー、黒田春彦さんからですねええー、上田和夫さんですねええー、という形になります,すねあのこういう名のも名前はねとりあえず知っておくことそして、えー、日本銀行のねお話なんかもしましたから、えー、そういう名のまたいずれすることがあると思いますで、ね、ええー、ニュースーあれこれ週末版の方はこれぐらいにしましてええー 1> 1週間の中の中面を使いますちょっと順番逆になるんですが、4月8日土曜日の一面、えー、ニュースあれこれの経済のところ、キャッシュレス、つまりお金で払うんじゃなくて、あのね、ピってやってもらったりして、甲、ね、高い音が鳴ったりしますが、あのキャッシュレスが利用して物を買ったりしてるのが100兆円を超えた。 かなりキャッシュレスがあの行き渡る、まあ、日本それ,でなくそれでも遅いんですが、えー、行き渡ろうとしている、ね、1日遡って4月7日の金曜日これも一面のニュースあれこれ、えー、社会というところで万博会場現金やり取りなしもうみんなキャッシュレスで行きましょう、まあ、より進むようにというところではあるんですが、あのー、こういう話が出てきてます。ね、あのー まあね便利でもあることもそうなんですけど、えー、でもですね考えてみてくださいねっていうところで言うとキャッシュレスにすることとでいいここがあります、えー、このシート以前に使ったやつをお出ししているので、えー、令和3年のとこまでしかないんですが日本銀行のホームページに日本銀行券お札ですね日本のね1万円5000円2000円1000円ですがもう2000円札は今もうあの新しく作ってませんが、えー、こういうふうに作ってますよというのを。 いわゆるう日本銀行のお札の製造費用をトータルで割ると1枚作るのに16円かかるんです16円あのン、まあ年によって材料費とかも違うでしょうからあれなんですがえー、とするとキャッシュレスになったらお札作らなくてよくなるんですね費用バカにならんでしょっていうところもある当然これは効果ですね あの500円玉とか当然ですが1円玉なんて作るたびに赤字になっているようなものですからこれもなくなるならばあの作らなくてよくなるならば、えー、費用としては非常にありがたいこういうところもあるあの流通流通って言いますねあのお金がなしで便利というのも当然なんですが,なんですが、えー、そういう面もありますよというところを知っておいていただくとこれからのニュースなんかが ちょっと聞きやすいかもしれませんでは、えー、本編ここまでしましょうか、えー、エンディングに向かいましょう、えー、ではエンディングに入りましょう、えー、だいぶ暖かくなってきましたあの部屋の中とか、ね、外とかの朝晩の温度差もだいぶ差がありますね、えーまあ、あの新学年が始まって、ね、生活ペースとかもいろいろ変わったり大変な時期かもしれません、えー、もうすぐゴールデンウィークですからそこまで、ね、ちょっといっぺん頑張ってみましょうね。 えー、新しい生活ですから、ちょっと思い切って、ね、新しい一歩を踏み出そう、思ってみる、こういうのも大事かもしれません、えー、頑張っていきますでは、えー、今週はこれぐらいにしまして、また来週、楽しみにいお題でお会いしましょう。